フェザー級トア VS 矢名丈一。本日の第2試合フェザー級 57.5 キロ3分3ラウンドの一戦です。この試合解説はライズ世界バンタム級王者の志郎選手、そしてグラビア女優としても活躍中の志田寧々さんです。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ19歳のトア対23歳の矢名丈一、お互いに、まあ、一戦トアを行っていますけど矢名丈一がこのデビュー戦というところでどういった戦いになるのかというところですが、志郎さんいかがですか。まあでも2人ともやっぱりアマチュア経験あるの で、で最近はもうアマチュアもレベル高いので、はい、まあ、デビュー戦と関係なく、まあ、結構普通にプロらしい試合を見せれるんじゃないかなっていうのを期待はしてますね。アマチュア戦績積んでいる積んでいないというのはやはりこうデビュー戦を迎えるにあたって大きいですかね。あ、全然違いますねやっぱり。さあプロデビュー2戦目の赤コーナーのトア、そしてデビュー戦になります矢名丈一の一戦ということになります。ここからは志田さん、はい、普通のグローブマッチということになりますね。はい、そうですね、はい、いつも見ているグローブマッチ、見ているグローブマッチです。さあ第1ラウンドが始まりました。赤コーナーがトア、白いトランクスです。そして黒いトランクスが青コーナーの矢名丈一です。お互いにオーソドックススタイル、右のグローブを引いています。青コーナーの矢名丈一が中央大学ボクシング部出身。あ、ここはトアのローキックです。ローキックいいですね。ただローキックもらいながらパンチで前に出ていく矢名丈一、右ストレート打ち込んでいきます。でもローキックってやっぱどうしてもパンチ合わされやすいんで、まあ、そこ気をつけて、まあ、削っていきたいなってあるんですかね。トア選手はこの辺りトアはローキック非常に冷静ですよね。さあここはボディ打っていく矢名、シロさん近くないですか。距離近いですね。近いですよね。1ラウンドからおーと左フック、矢名の左フックです。ローキックは外していきました。パンチを返していきます。あ、強烈なパンチにガブツ、シロさん打ち込んでいきます。矢名上位置、まあ、ローキックはやっぱり1ラウンドで、まあ、効かすというか倒すのは厳しいので、まあ、トア選手が耐えて耐えてって感じですよね。はい、ここはしっかりとローキックを出していこうというトアです。結構トアはこのローキック、ミドルキック、それから膝あたりも非常にいいものを持っています。ただワンツー、矢田上一、矢田このあたりの志田さん、はい、ローキックいかがですか。いや、もうこのトア選手のローキック、ちゃんと効いてるんじゃないかなって思いますけど、パンチ前に出ていく矢名丈一、左から右ストレート、そしてボディ上下に打ち分けていきます。固まっちゃうときついですね。そうですね、前入れとかでもいいですし、手が出ないとは、後ろに下がる、レフリーが止めちゃいますよね。ここはパンチが出ていきません。ここは3人ダウン取りました。ここ矢名選手行った方がいいんじゃないですかね。はい、精神的に戸川選手来てると思うんで、狙うときに狙った方が。ここはしっかりとパンチを当てて矢名丈一が攻めていきます。まだ時間が40秒ほどあります。志郎さん、ここはもうどんどん前に行った方がいいですか。矢名選手、そうですね。あーっと、もう1回ダウンを取っていきました。ここで試合を止めた。1ラウンド立て続けに KO 撃ということになりました。本日のライズ167です。いや、志郎さん、矢名丈一打ち切りましたね。そうですね、まあ、やっぱりあの連打でまとめ方がうまかったんで、まあ、そうするとやっぱりまとめられて防戦一方になるとやっぱりレフリーもダウンとかやっぱり止めざるを得ないんで、はい、まあ、そういった面でなんか、まあ、プロデビュー戦ですけど、まあ、そういったポイントの取り方とか勝ち方とかよく分かっている選手だなって思いましたね。ですから、まあ、そのアマチュア経験プラスで非常に冷静な試合運びということになりましたよね。そうですね、はい、やっぱりお腹もボディも打ってたんで、結構冷静にパンチは武器だなと思いましたね。はい、さあここで勝利しました矢名丈一のマイクということになります。今日は応援ありがとうございました。初めての、プロデビューということで、緊張はしていたんですけど、
このライズという大きい舞台で戦えたことをすごい光栄に思います。本当にこの度は、応援ありがとうございました。ありがとうございました。という見事デビュー戦で相手を KO で倒していきました青コーナーの柳丈一です。